町田もバイルに狙われてますねどのぐらい信憑性あることかわかんないね、正直。あれ、町田って今どこだっけえ、ベルギーいいんだっけごめんね。町田の今の所属先はベルギーだね、サンジロワーズだね。そう、サンジロワーズからどこのタレもつけずに一気にバイルミュンヘンってあるのかな、まあ、あるっちゃあるか。まあ、微妙なクラブ行くよりバイルン行った方がボール持つ時間多いだろうからね。町田がバイルンっていう話が出るようになっただけでもすごいよね。 あと、スパーズが関心を寄せてるっていう基事もありますね。カンデベン戻ってきたら使われなくなるだろうしな。ってなった時に、左サイドバックもやるみたいな。あれか、ウドジェがすごい攻撃型だから、使い分けみたいな。ベン・デイビスの枠になったりするのかね。スパーズセンターバック獲得、誰を獲得するべきだと思いますか。市場に出ててね、お金出せる人って言うと、フランスウェイトとか上がってんだっけ、名前。でもな、他のチームでレギュラーの選手厳しいから、他のチームで、だあの、シティに来た時のアカンジ的なポジション。 使い方によっては良くなるんだけど、他のチームで主力になってないスパーズが予算出せるぐらいの選手。あー、バランね、確かに。バランめっちゃ上手くいきそうだよね、スパーズ。バランなんか精神的なところっぽいもんね。バランめっちゃいいじゃん、確かに。でも、ユナイテッドでバラン出てる日見た人は、バラン自体の能力でエヴァンスに負けてるっていうね。バラン出てダメな日を僕見てないんで、ちょっとそこら辺はちょっとわかんないですね。フランス・ワイト。あの、エバートの選手だよね。 左利きで直線的なスピード能力が高いけど、あとアジ t ティもある程度あるけど、ビルドアップの時の付けどころだったりとか、あと裏ケアとか結構苦手だった気がするな。ポテンシャルは高いんだけど、仕上がりきってないみたいな感じですね。あグレー、グレーね。でも、パレスで出てるし、あんないい選手だったら。グレーを引く手は元だからなかなか取れないんじゃないですかね、グとか。そう、でもね、ポセゴグね、日本人ガンガン使ってくれるから行ってほしいですよね。 左基本センターバックね。で、直線的なスピードっていうか、裏のスペースが空いてても、そこをカバーできるっていうのが重要でしょだからね、やっぱり、序列的にダイヤが上がりにくいとか、あとはもう、中盤はプレス耐性と強度だし、組んでな5000万ぐらいとかです。いや、でも、悪さを取ってきた時、90何億で取ってきてるし、サビはね、組んで中心に考えてるでしょ、ディフェンスライン。組んでか怪我してなかったら動かされないし。 なんか不思議だよね、バルソって。今の方がチャビ就任した時っていうか、昨シーズンの頭より全然いいサッカーしてるし、今の方が組んで裏ケアとかロックできるようになってきてるのに、完璧ではないけど。なのに今の方が二人とも批判されるから、やっぱ感情論ってかなりあるなと思いますよね。あ、スポイティング10スてベンチャーなんだ。まあ、怪我が多いからね。バディアシルはあれだよね。ディザシー使われるぐらいだったら使ってほしいんだけど、怪我から復帰してコンディション上がりきってないんだろうね、多分ね。 アラウも別にね、裏キャロック得意なわけじゃなくて、そこをパワーで解決するとかあるからな。どっちかって言うと、組んでもアラウもどっちがどっちでもあれなんだけど、組ませる左センターバックの質なんですよね。ピケみたいなタイプがいてね、そのコマンダータイプがいるのはあれだけど、ディフェンスラインが声で動かせる人がいないから、なかなかファンダイクとかマティブみたいに全部持ってるみたいな選手いないですからね。コマンダーってどうやって見抜くんですかあの、一番見抜きやすいのは、サイドからボール上がってくる時に相手を視野の中にしっかり入れ、自分のマークしてる選手を言うと、 ボールを同一視野に入れれるっていうのと、もう一つは裏にボール出せるときに、相手に裏抜けをされないようなラインコントロールができる。ラインコントロール、まあ、裏ケアだね。相手がボールを後ろに戻したり、横パス緩くなったりとか、前にボール出せないときにライン上げられるとか、状況に適したディフェンスの判断を早めに取れるかどうか。それを早めに取れると、まず自分の思考がさ、早いじゃん。それが、よりすごい選手は周りにも教えられるんですよ。今下げろ、今上げろ、今ずれろ、みたいな。 それが見てるとわかるから、アラバとかリサンドロ・マルティネスとかピケとか、アファンダイク・マティプとかこの辺は強いですよね。なんでサッカーのセオリーを自分が知ってると人がそれの場合見抜けるって感じですね。うまいコマンダータイプの人大好きか。まあちと、でもプレス体制、マティップ、あー、あとあれか。タリバー・コマンダーまで言っていいかまだわかんないですよね。 もう地上戦空中戦最強でコマンダーに見えてるみたいな。もファンダイクじゃないか。でもファンダイクはプレス体制はそんなだもんね。ゲが引退しなかったらまだそれだと思いますけどね。プレス体制異常だったから。ほんと失わなかったから。シアゴシューバアラバマルキーニョス、アルベンディアスもそうですね。うん。マーレイスとサリバーだったらマーレイスの方がそっちの系あるのかなと思いますけどね、見てると。サリバーの方がこの、質が異常っていう感じがするから。ああダンクもそうだね。うん。ダンク、フジョル、そうですね。 あ、ビテルもコマンダー感あるね。3バックの真ん中だったら、4バックだとちょっと怖いだろうけど。あら、フォー組んでコマンダーになるのは結構難しい。頭の回転が速いタイプじゃないからね。結構テンパっ,ていっちゃうじゃん。複数の判断間違えちゃうから、危険は本当によくそこ失わなかったなっていうの本当多いからね。そうで、サイドからのクロスの処理うまいし。あとね、無駄なサイドチェンジがない日本人とかによくありがちな。相手のサイドバック狙ってんのにウィングンつけるみたいなさ、のがなくて。ロング蹴れるんだけど、無駄にロング蹴らないところが良かった。 ピケの場合はセンスはあるけどメンタルがなかったから自分が出てない時に携帯いじっちゃったりしてねあのしばらく出来になったりしてやがらピケのメンタルつけたのはルイエンリケだと思うんですよつけたっていうかここちゃんとやんないとお前干すぞっていうのをしっかりやるだからルイエンリケそこのねちゃんと譲らない頑固さって譲っちゃいけないポイント譲らないところが、ね、すごいね逆エメリーみたいなだからあのエンバペがハットトリック取ってもチームとしての動き足りないねってしっかり言うじゃんあれが大事ですね それがバランス崩壊するとコンテみたいになっちゃうから。とか今の天白と三女とかか。センターバックやらせてみたらコマンダーなる選手を。うがるてとかそうなりそうですけどね。さあ、町田が裏ケアして、町田のこと気にしてみたてかったな。でもクロスタイムしっかりあれですよ、ね、試合入れるようになってますね。鹿島の時とか、めちゃくちゃ背中に入れちゃってたんだけどね。三次ーズだと言われそうだもんね。あれ、三笘いた時と監督違うのかな、この監督って。いい監督だなと思ってたんですよね、あの時。 監督変わってるかなんかね、ブライトンの系列だといい監督連れてきてんのかなと思うよね。ねえ、町田、聞きさちの力高くなってるね。もっとなんかほんとふわーっとしてる感じだったからね。いや、遠藤の回収からの、そのまま縦パスにつなげたらよかったね。町田の今のパスの出し方よかったですね。へそでの,の向きで騙して縦入れてみた。あんなんできたっけ鹿島モいた時あれできる選手だったら俺覚えてると思うんだよな。今のね、ファジーつけそうな感じで縦つけるってね。こっちを覚えた感じするよね。今のめっちゃよかったな。 にスパーズウインカーセンターフォアーとセンターバック取ろうとしていて、三笘、サンチャゴ・ヒメネス、イタクラなどがされますが、その3人だと誰が一番重要な選手になると思いますか三笘はありえないと思いますね。で、サンティアゴ・ヒメネスは強豪がいるから、相当お金積んで連れてこれるかとかいう感じだと思う。で、イタクラが一番現実的かなみたいな。結局ファンデフェンと今、ロメロが1枚かけるとダイヤ出てくるの ?2 番手、3番手。 が誰になるかっていうところで、まあ、チーム力がガクッと落ちちゃうから、でサイドバックもセンターバックもできて、ボランチもいずれやれるかもしんないみたいな。で、板倉みたいにコミットメント高い選手で、まあ、日本人に対してのプラスの印象もあるだろうから、ポステゴグルが。イタ倉のスパーズっていうのは全然イメージできますしね。すごいいいんじゃないですか。だから、重要度っていうより、現実的なのが板倉ぐらいしかないかなって感じですね。そう、マディソンなぜあそこまでヒットしてると思いますかあ、マディソンめっちゃヒットしてますよね。なぜ ボールつなぐサッカーで、あと、ソン・フンミンが真ん中になって、リシャルリソン左になったのがいいっすね。リシャルリソン真ん中で複数の判断するの苦手だから、あそこを変えたのめっちゃいいと思うなで、あとは、やっぱり、勝ってると乗ってくるじゃん。スパーズはディフェンス良くなったのがいい。もうビカーリオでつなげるし、あの、素晴らしいキーパーだし、本来だったら補強うまくいってなかったら、ファンデフェンのとこダイヤーなわけでしょ。そこもいいよね。ディフェンス安定させられたのでかいと思いますね。次、ビッグシックス行きそう日本人大んですけど、ビッ,グシックスあ、プレミアのってことか。プレミア以外でってこと 手とか怪我しちゃったのでもあれだ、板倉上がってましたよね、スパーズに。まあもう一枚必要でしょうね。誰か一人怪我した時怖いだろうしね。最近の日本人選手って、スカウトに引っかかるくらい性格いいって言われる選手多いイメージなんですが、どう思いますかいや、日本人選手より、性格いいというか、自分に矢印向けて頑張れる人が上に行って目を引くっていう。 だから、あの、すごい選手同士になったらそこから頑張れるかどうかじゃん。昔は、なんだろうな、こう、もう、あの、極論みたいな言い方、わざとするけど、猫ばっかりだった時にライオンだったら、ライオンが調子乗ってても勝てるわけじゃないですか。でも、ライオンが多くなってきたから、今度ライオンが鍛えなきゃいけないんですよ。で、あと、鍛えてるライオンはそれは性格いいよね。俺もっと頑張らなきゃあがおうっていう話だからさ。で、それが日本人が性格いいって言われがちだけど、実際は、 ライオンいっぱいいるけどその中で頑張れるライオンが上くるから性格悪い頑張れないライオンの方は目立たなくなってるだけって聞いてくれてありがとうございますよかったらいいねチャンネル登録して帰ってくださいまた一緒にいろいろサッカー界の話を中心にしゃべりましょう「どうぞどうでしたバイバイ「